日本語が併記された構内の案内、随香る駅は台湾に来たし、随香る区にある台湾鉄路管理局の鉄道駅。ギラン線が主線となり、新大木線の乗り換え駅でもあり、平京線の全列車の接続駅にもなっている。区間回車は東武幹線では数少ない全部の列車の停車駅となっている。ギラン線と新大木線の2路線が乗り入れる。新大線の列車は、 ギ乱線、平京線と直通し、一体的な運行となっている。平京線においては、全部の列車は当駅に必ず乗り入れするようになっている。9分、近華石方面に向かうバス路線が走っていることや、全部の平京線の列車が当駅まで乗り入れることから、周辺観光地に向かうターミナル的な位置づけを持つ。九分へ行く日本人観光客が、 数多く利用することから、駅には日本語による案内表記があり、日本語ボランティアガイドもいる。なお、当駅は基本的に全東急の列車が停車するが、広市有名号と太白角号は一部の列車のみが停車する。駅舎内、プラットホーム島式ホーム2面4線と短式ホーム1面1線の地上駅。駅舎と各ホームは地下連絡通路にて結ばれている。 友人改札設置駅。駅前広場駅の南側にはタクシーロータリー並びにキールン客運のバス停がある。9分までのタクシー料金はどのタクシーを利用しても一律の協定価格となる。ありがとうございます。